いよいよ来ましたよ、冬コミ。仮面の騎士のスペースにですね、スペシャルゲストがいらっしゃいます。おはようございます。いよいよ来ましたよ、冬コミ101回目になるのかな。2022年の冬コミです。もうね、外も一般参加の方の列がすごかったんですよ。もう映像でお見せしたいぐらいなんですけど、多分明治神宮の初詣レベルですよ。とてつもない人たちでした。あの人たちが今から入ってくるわけでしょ。僕らサークル参加ついてるんです。サークル参加者もサークル参加者でやっぱ行列に並んで今は僕入場したんで、もうどちらからも行列でこう押し寄せてこの建物の中にね今から集結するんで、まあ、大変な一日になると思いますけれども、頑張っていきたいと思います。長い一日になりそうですね。それは何ですか？これが今日出る新譜の約束の場所へというベストアルバム。この2022年に夕日サテライトさんと僕とコラボさせていただいてるじゃないですか。そのコラボの中で出た4曲が全部入っていて、あとマーシャさんバージョンの君がいるからも入ってるって。だから君がいるからっていう同じ曲が2曲入ってて、一番最初にコラボした願いの最果て、そして明日への翼っていう僕が作詞した曲、その次も約束の場所へっていう僕が作詞した曲。これはもう約束の場所へはね、今回が初出しになるんで、ボーナストラックで約束の場所へのインストが入ってるっていう感じですね。俺も今初めて見てめちゃくちゃテンション上がってます。今回これ自分で落書きしてデザインしたんです。ありものの写真にそれを取り込んで、手書きパッドで見た人がちょっと楽しいような気持ちになるような細かい落書きをたくさん入れてます。肩に鳥が乗ってたり、まあ、これはね僕のことをよく知ってる方も見たら、ああ僕が書いた落書きだなちゃんと分かるようなタッチで書いてます。こう壁に飾っていただいたりとかできるように。いやでもいい感じですね、プリントも綺麗にされてる。今日はですね、僕のこのサークル仮面の騎士のスペースにですね、スペシャルゲストがいらっしゃいます。どうぞ。ちゃんと気だるそうにしてますね。そう、仮面ライダー王者です。もうみんな多分何事かっていう感じだと思うんですけど、一応ギャラリーが集まって、せっかくの踏み込みなんで、まあ、花を添えていただこうということで、なんか一ポーズをね。いやもう芝居は完璧ですよね。キャラ完璧できてます。スタッフさんがみんな爆笑してます。完璧であればあるほど面白いんですよね。こんな感じで今日は頑張っていきたいと思います。はい、東7のコスプレエリアにやってまいりました。ちょっとね、声かけてみたい人がすぐそこにいるんで、ちょっと声かけてみます。お願いします。じゃあちょっと王者も入って、ちょっとスリーショットで。OK です、OK。 大丈夫ですか？ありがとうございます。ということで、今コスプレコーナーでの撮影会が終わりまして、3時3分急いでスペースに戻らないといけないんで行きたいと思います。大変だった。何名ぐらいの方が撮ったんでしょうね。とんでもない人数ですよ。大満足です。戻ります。今ちょっとビビってます。コスプレ広場に一緒に遊びに行こうと思ってますんで、ギーツの列並びましょう。生まれて初めてだと思います。すごっ。3万人見てるんですよ。